アルゴナビスフロムバンドリズム伊藤雅宏小笠原仁アルゴナビスナビゲーターラジオ伊藤雅宏と小笠原仁がお送りしているアルゴナビスナビゲーターラジオラジオ、早速ナビの皆さんからいただいたメールをご紹介していきます。ナビラジネーム静かにちゃんと読む、もうジンって呼ぶのもやめた。ジでいくわこれから。ジいくぞ。ジとマネ、マジコンビ、マジコンビマジコンビ、本気のやつね。あのアニメイトカフェとのね、コラボグッズが今僕たちの前に置いてくださっておりまして、 そのねシュウくんだいね。いやマジで可愛すぎ。あメンバーがね、ボーカルの宇治川シュウくん、はい、ボーカルの宇治川シュウくん、ボーカルの宇治川シュウくん、まあ冗談ですけれども、まあなんたって目の前にいんだから、ほらシュウくんちゃんがこのねコラボカフェの、こんなさいちごパフェ食べる姿可愛いことある？ないよ。言わせてくれない、言わせてくれないもん。ないない、もういいよ。もういやー本当にね、小笠原仁は宇治川氏を応援しています。知っております。存じ上げておりますけれども。それではここで一曲お届けしましょう。イプシロンファイで光の悪魔。ギターボーカルやってる二条遥か役のね、梶原岳人くん、いいね、いいのよ、めちゃめちゃいいね、マジでいい。なんだろうね、彼の歌声ってさ、あったかみ、なんかそうだね、なんて言ったらいいんだろうね、あの感じね。すごく個人的に言えば、なんかギターロックの本当にバンプオブチキンとか歌ってほしい。あーわかる、本当に歌ってほしい。うん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 、そういったものを聞けたら幸せ、あたし。いや本当にだから、あの2人の声のバランスもまたいいのよ。いいね。だこれはなんかキャスティングした方って思っちゃうし、グッナビス、グッナビスだよ。音楽っていうところでも素晴らしいですし、そのキャラクター同士の複雑な関係性もね、うん、本当に魅力になっているバンドでございますね。いやもう3時間もらっていいですか。無料